はい、皆さんどうも、水太郎です。今回もマリオパーティーアドバンスの実況を始めていきたいなと思います。前回水太郎ですって挨拶したかどうか今になって急に不安になりました。というわけで今回はですね、クッパの土管が いくつか解放されたと思うんで、そちらをちょっとやっていきたいなと思います。で、多分あれマリオが一番近いんじゃないかなと思うんで、一回マリオ選択して、多分中央デザートエリア付近にあるクッパマス、あそこで行けばいいっていう多分ことだと思うんで、そちらの方をまた4つぐらいやって、3つ4つ、やって終わりたいなと思ってます。はい、ヒゲさん。あ、ギャンブルね。ギャンブルはちょっと無理。チョロップが困っているようです。絶対これ大泣きしてるじゃん。大泣きしてるってことはもうね、大負けして、サングラス取られたとかそういう感じなんじゃないでしょうか。ちょっと場所を確認してみましょう。クッパラブハウスってやだな。まあ、ここ行けってことだよな。オッケー。早速行って幸先悪い。はい。ミニゲームなんていかない。いや、サイコロ運の悪さがやばい。どっちから回るべきか。1、2、3、4、5、こっちからかな。キノピーハウスは何のためにあるんだろうな。でもなんかやめて、嫌なことはワープに。ワープか。ここでワープはやめてほしい。実況の方、あ、でもそんな変わんなかったからいいや。実況のテンポ的にね、飛ばされてしまうと他のところちょっと行かなく、行った方がいいっていうパターンがあると困るんで。よし、ドカーハウスです。止まります。はい。はい、こんにちは。あれ、クッパいなくなったね。ここはクッパドカーハウス。クッパ様のドカーハウスだ。クッパ様の持つパーティーグッズが欲しかったらさっさとドカーに入るんだ。ちなみに次のドカーに入りたいなら、あと4つクリアしようと。これ、多分右から順に解放されてたと思うんで、あ、いや、覚えてない。右から順にやっていきましょうか。はい、ここに入ります。クッパ様、お一人様入ります。はい、喜んで。何が飛んでんの、ブンブン。あ、カメムシだな。うわ、マイナスばっかだ。おー、怖え。はい、クッパのお屋敷。止まりますか？はい。あ、これもやっぱちゃんとクエストってことなのかな？だから我が輩はやってないのに、キノピン。現れてる。謎解きかな？いや、どうもあなたですか？な、キノピン名、マリオを呼んだのか？キノピン名、呼んだわけじゃありません。単なる偶然でしてね。そこまでして我が輩のことを逮捕してるのか？いや、多分逮捕する理由はいっぱいあると思うよ。拉致監禁とかさ、不法侵入とかさ、器物破損とかさ。マリオさん、話を聞いてもらえますか？いや、美術館から夕暮れのキノコという絵が盗まれましてね、その捜査でここに来たんです。あ、じゃあこれ謎解きってやつですね。キノピンはこの我が輩が絵を盗んだと思っているのだ。濡れ衣だ。言わなくても分かっているぞ。マリオも我が輩を疑っているのだな。疑ってるさ、もちろん。お前が言ったんだろ。クッパの犯罪、もうやってるって言ってんじゃん。しかし我が輩はそんな絵は見たことも聞いたこともないのだ。興味ないもん。もし我が輩が犯人だったらグッズをくれてやろう。じゃあくれるってことじゃないですか。それでも我が輩を疑うのか。絶対クッパだ、きっとクッパだ、絶対クッパだ。ひどいな、その決めつけ。あ、ごめんなさい、意外と気づいてんな。いくら我が輩でもかわいそうじゃないか。ちょっとごめんね、かわいそうだ。ミニクッパ、ん？クッパジュニア意外と可愛いな。まあいいのだ、我が輩が犯人だという証拠を探せるものは探してみるのだ。ガハハハハハのハート。それじゃあクッパさんと話してみてください。もし犯人なら話におかしな部分があるはずです。それを見つけるんです。マリオさんならできるはずです。あれだね。矛盾を突きつけるんですね。OK です。何を話せばいいんだ？何だって話してやろう。じゃあアリバイからですね。我が輩にはアリバイがあると、昨日はこの屋敷にずっといた。ミニクッパが証言してくれるぞ。クッパ様は昨日ずっと屋敷にいました。この目で確認してます。この屋敷にいたのだから美術館に行けるはずないのだ。我が輩は無実なのだと。絵のこと、夕焼けかなんだか知らないが、我が輩は絵に興味はないのだ。興味なし。絵のことは全然知らないし、夕焼けなんとかもう見たことがない。なんかキノコを隠すな。見たことがあるっていうことを言えばいいってことなのかな。ミニクッパだってそうだぞ。俺らも絵なんて知らない。我が輩は無実なのだ。屋敷のこと、その大きな置き時計はおじいさんの時計なのだ。いいだろう。チクタックチクタック。だいたいこの屋敷に絵を隠せる場所は、まあ、時計って言ってるよね。見ればわかるだろう。あればかり、隠せる場所がないのに絵を盗むはずがないだろう。まあ、隠せる場所を提示しようと。我が輩はミスなのだ。なんだろう。まあいいや、ちょっと、おかしな部分を見つけた。はい、屋敷のこと。ピンポン。ついたね。なるほど、さすがですよ。私も同じ意見です。
我が輩の話のどこおかしいのというのは、ケチをつけるな。クッパさん、この屋敷に絵を隠せる場所がないと言いましたね。あ、言ったぞ。どこおかしいんだ。なあ、ミニクッパよ。おかしくないよ。どうして隠せる場所がないんですか。教えてもらえますか。見ればわかるではないか。どうしてその置き時計の後ろじゃダメなんです。その後ろの後ろだっていい。そんな場所にとても隠せないだろう。どうして。小さいではないか。その時計の裏に置いたらはみ出てしまうぞ。あ、言ってしまったね。はみ出ちゃう。バカ、ダメだ。クッパさん、見たことのない絵の大きさをどうして知ってるんですか。それはだな、だから普通の絵のイメージで、盗まれた絵はとても大きなものだったんです。普通じゃないくらいのね。へえ、そうなんだ。普通のサイズの絵が置き時計からはみ出すわけないじゃないですか。実際絵を見たことのある人しかそんなことを言えないんです。まあ置き時計相当でかいもんね。クッパよりちょっとちっちゃいぐらいだもんね。そういうわけでして、犯人はクッパさん、あなたです。でもアリバイとか崩せないよね。クソ、バレてしまうなんて。まあ、昨日じゃなくて一昨日とか、そういうパターンもあるってことなのかな。落ち込まないでクッパ様、教えてください。夕暮れのキノコはどこにあるんですか。すげえしょぼんとしてる。屋敷の外か。ミニクッパ教えてやれ。はい、こっちです。どうもすいません。意外とあれだね、すんなり白状したね。見事な推理だったぞマリオよ。しかし簡単に引き下がらないとミニゲーム。ああ、なるほどね。もしミニゲームもクリアできたらグッズはお前のものなのだ。だがクリアできなければグッズ話。うわ、マジか。ハンマーミニクッパ、条件ミニクッパをみんな倒しましょう。そんなにいるんだミニクッパ。それではゲームに出てくるミニクッパの数を決める。すいません、なんかとてつもなく40なんとかって見えるんですけど、33多くね。ミニゲームスタートだ。右にハンマー振る、左にハンマー振る。キノコを奪いに来るミニクッパをハンマーでやっつけましょう。キノコを全部取られると負けになります。まあ、AB 交互ってどういうことだ。ん、はいはい。あ、じゃあもしかしたらこれ倍速するかもしれません。よっこいしょ。色が違うねミニクッパ。あ、一発じゃ倒せないやつもいるよね。はーい。なんか今かっこいいあれだな、吹っ飛ばし方したな。はい。で、青は2回やんないといけないから、ほいほい。くそ、これはしょうがないな。あ、動くんだ。ほいほい。お、なるほどね、吹っ飛ばせるんだ。いいじゃんいいじゃん。よいこいしょ。これ青の位置がな、こうやってうまく重なってくれると助かるんだけど。オッケーオッケー、2ヒットさせないといけないから、オッケーオッケー。あ、これはもう間に合いますね、大丈夫ですね。うじょー、さようなら。ピッピー、勝ち。はい、オッケーです。てってれー。ミニゲームまでクリアするとは。仕方ない、グッズをくれてやろう。あざーす。パーティーグッズ、変装リップを手に入れた。ん、どういうこと。リップをつけると変装できる。恐ろしいグッズなんだ。なんとこうすれば簡単に変装できてしまう。何、口紅的な。くそ、このグッズは我が輩のお気に入りだったのだが、覚えてろよ。ガーと。なんかあかん、メイクアップすることによっていろんな衣装が変わったりとか、なんかそういうあれなのかな。まあ、あんま詳しくないんですけどね。はい、今日の冒険はこれで終わりです。あー、ちょっとクッパクエスト長いから3つぐらいで終わりにしようかな。4つ下手すると長くなっちゃうかもしれないですね。今回は盗まれた絵をクッパから取り戻す行き詰まる対決、ノリノリでクリアできた冒険だった。はい、ハンマーミニクッパ、変装リップの2つをゲットしました。では引き続きマリオの方で行きたいなと思います。ではクッパのところまでたどり着くまでカットさせていただきます。はい、戻ってきました。ではこのピンクですね、なんかこれ確か恋愛がどうとか言ってた、あのさっきの多分クッパラブハウスっていうなんか危ないホテルみたいなね、名前のところに行くんじゃないかなと思うんですけど、あ、これは一位所だったらいいんだね。やった、クッパラブハウス。やだな、行きたくねえなこれ。やだよ、ベッドシーンとかに遭遇したら。ガッハハ、クッパラブハウスへようこそ。なんか新婚さんいらっしゃいみたいな感じのセットですね。よく来たな。我が輩が恋愛の達人、世界の恋人クッパなのだ。恋愛達人だったのか。よ、達人。ちょっとぜひね、その恋愛術を教えていただきましょう。言わなくても分かってるぞ。我が輩に挑戦なんだ。挑戦する。だからどっちがモテるかってこと。なるほどね。声かけまくってどっちが多くナンパできるか的な。やっぱりそうだったか。恋愛の達人に挑むなら、我が輩好みのプレゼントを買ってきてもらう。プレゼントは恋愛の基本。もし我が輩の心を動かす、そんなプレゼントを買ってこられたら約束通りグッズをくれてろ。え、行って帰ってこなきゃいけないのか。
しかし我が輩の好みは厳しいぞ。それでも挑戦するから、まあ負けるわけがない。生意気なやつなんだ。それではネックレス、リング、ブレスレットの3種類の中から我が輩好みのものを1つだけアイテムショップで買ってくるのだ。我が輩の好みは我が輩の話を聞けばわかるぞ。わかるぞ。では我が輩の好みを知ればよく聞くのだ。はい。我が輩の好み、我が輩はネックレスよりもリングがいいかなっていうか、ブレスレットもネックレスと同じくらい好きだし、もう忘れた。まあ今とりあえずブレスレットとネックレスが同等ってことでしょ。やっぱりブレスレットよりはリングが好きかな。終わり。わかんない。あ、うん、ありがとうございます。もう一度だけスタート。はい、ありがとうございます。ネックレスよりもリング、ネックレスよりはリングの方がいい。リングが上か。ってことはリングが上。あ、うん、結局リングが好きって言ってるのね。はい、了解です。はい、わかりました。いきなりギャルっぽくなったな、お前な。これ足りるかな。え、積んでね、これ。これミニゲーム取んないと、やばいよな、これな。変化ブロックってなんだっけ。あ、ゴールにたどり着けってやつか。じゃあちょっとやっていきまーす。ですね、ダメでした。いやー、これだってもう積んでんじゃないの。で、戻るんでしょ？進める？あ、ダメですね。うわー、じゃあちょっとまたカットしてやり直していきまーす。パチンコロケット。上で上昇、下で下降。A、B でパワーため。A と B を交互に連打でパワーを貯めて空を飛びます。竜巻に触ると急上昇や速度が上がることがあります。はい。どういうこっちゃ。ん？なるほどね。ここは連打か。あ、これでどこ行く？なるべく竜巻に上がりな、あ、これはまっすぐ。5000超えればいいんでしょ？あ、楽じゃない？ひゃー、腹でダーイ。着地。はい。というわけで、まあ、腰ないミニゲームが出たので、こちらの方ちょっと一回やらせていただいて、見事クリアさせていただきました。では、引き続きカットさせていただきます。青いでシャボーン。カットしようと思ったんですけど、ミニゲームのあれになっちゃったんで、こちらもやっていきたいなと思います。左右で移動、内輪で泳ぐ。落ちてくるシャボンを内輪で仰ぎ、得点ボードに入れましょう。当てましょう。連続で当てると得点が高くなります。はい。的当て的な感じかな？あー、なるほどね。そういうことか。おーい。70点。これ素直に上に落ちたりとかしてきたら面白いけどな。はーい。ほいしょ。おー、なるほどね。横で当てないとダメってことね。これちゃんと曲げるには、え、待って、落とすとマイナス10なんだ。それでかいな。はいはいはい。じゃあここで一気に当てていこう。ほい。あと1個当てれば、よし、オッケー、クリアした。いやー、マイナス10ってでかいって。はい、クリアです。で、今度こそカットして、またクッパのところ行ってきます。はい、アイテムショップに到着いたしました。はい、クッパさんから話は聞いてますので、何が欲しいのかな。一つしか選べねえから慎重に選んでね。リングですね。リングを買っていきます。はい。いいセンスしてね、きっと喜ばれると思うよ。これ帰んなきゃいけないのかな。あのね、あと1個しかないんですよ。あ、キノコチャレンジ。あ、これ絶対ちょっと越さないとまずいですね。越せるので、ぬいぐるみ。あ、ギリギリ電撃は当たんなきゃいいってやつですね。では、カードさせていただきます。失敗しちゃいました。あと1個で。あっ、積んだ、これ。うわ、またこれやり直しか。積んじゃったんで、またやり直してきます。
はい、というわけでなんとか戻ってくることに成功しました。お、素敵な輝き、我が輩の好み通りなんだ、クッパ様大喜び。しかし簡単にグッズはやらないとミニゲームで勝負するのだ。もしミニゲームをクリアできたらグッズはマリオのものなのだ、マリオのものだが、クリアできなければグッズはなしだ。手直しするしかないよ。マジで？それはちょっと難しいな。すり抜けミニクッパ、制限時間が終わるまでミニクッパに見つからないよう走り抜けましょう。少ない方がいいね。39ミクか。はい、楽勝、楽勝ではないかな、わかんないな、どういうもんなのかがわかんないから。廊下を見張っているミニクッパが後ろを向いた瞬間に走り抜けましょう。柱の陰に隠れていれば見つかりません。よくわかんねえや、どういうこと。あ、こういうことね。はいはいはい、これハテナってやってる跡がちょっとあれなのかな。さすがにいきなし急に向くってことはないと思いたい。これは赤だけ動くのかな。どうなの、色ごとによって動いたりとかが。あ、ここちょっと待っとこう、ここ絶対は怖い。これは橋、あれ A ボタンで走り抜けるとかじゃなかったっけ。マジか。あ、やったやった、もう一回やらせてくれるんですね、助かります。これもう一回やったリング買ってこいって言われたらね、私はもうね、失踪はしないけど、今日はもうやらないですね、次の日になってしまいますね。よーし、行くぞー。もう一回ちゃんとあれ見ときゃよかったな。あ、B がダッシュか。はいはい、B ダッシュですね。これはここら辺までいけるので、やっぱ多分色ごとによって向くタイミングがあるのかな。あ、今度ここ1匹になった。助かります。で、次も多分この緑が向くでしょ。え、これ見つかんの？え？隠れてるじゃないですか。まあ確かにちょっと出てるっちゃ出てるけど、また失敗じゃんですね。もう一回やらせてください。お願いします。お願いします。はい、諦めません。よし、B だしね。OK。ちゃんと、あれの間に隠れとかないといけない。OK、任せろ。行くぜー。いきなしですね。これは多分ダメなやつなんだよね。あ、マリオがちゃんとこうやって、隠れてるなんかこんな感じのあれを出してくんないと、少しずつ減っていくのか。たくさんいるな。で、ここは抜けれる。よし、ここで一回止まっとこう。先はまだ長いぜ。まあ一匹ずつ抜けていきますか。いや、まだできるね。よしよしよし。で、ここも抜けれて、ここもいけるか。あ、でも時間の増え方が結構大きいからいいな。よし、結構いい、後半まで来たぞ。じゃあこう考えると結構39匹ってのは楽だったかもしれないですね。で、これ緑がここにいてくれると助かるな。緑そんな早くないから。よーし、あ、やべ、あぶね。一匹ずつ慎重に行きましょう。はい、オッケーオッケー。連続でね、いなければ、あと隠れるスペースがちゃんと一本ずつであるんだったら、ここか最後。ダッシュ。で、ちゃんと止まっとく。いや、これはもうクリアしたっしょ。いやー、長かったぜ。オッケー、勝った。よし、クリアですね。いや、疲れた。ここだけ何分かかったか。まあ、このミニゲームじゃなくて、行ったり来たりをちょっと繰り返すところでね。割と時間かかっちゃったんで。ミニゲームまでクリアされるとは悔しい。仕方ない、グッズをくれてやろう。あざーす、仕方ないな。で、ちょっとキノコ栽培セット、なんだ、キノコ育つのか、ちょっと欲しいな。お得なグッズなのだ、これさえあればキノコを育てて放題、腹いっぱいキノコを食べられるはずなのだ。たまにあれかな、紫のやつが突然変異とかできちゃったりするのかな。キノコで満腹、クソ、このグッズは我が輩も満腹、このグッズで我が輩も満腹になるはずだったのに。スーパークッパ、腹減りました。腹減り乳っていうモンスターがいい解略では、さらばだ、覚えてろよ。
で、クッパあの3つ越すって言ったんですけど、意外と時間かかるってことが発覚したんで、今回クッパを2つで、あと普通の1個、なんだっけ、普通のクエスト1個あったんで、そちらの方をやって3つで終わりにしたいなと思います。動画時間的にはちょっと、もしかしたら短くなってるかもしれません。今回クッパとの対決、クッパ好みのアクセサリーをプレゼント、ある意味ラッキーな冒険だった。クッパ実はあれか、マリオに気があるのか、ホモか、なるほど、すまない、ホモ以外は帰ってくれないか。結局あれだよね、リングそのまま受け取ってるもんね。マリオがリングプレゼントしたことになってくる、いいのかな。で、なんか近くに、これはなんだ、赤ボム兵はフラワーが大好きなようです。彼女の好きなフラワーをプレゼントしたらあげたらどうですか。爆発しないかな、大丈夫かな。で、あの、近くにですね、なんか謎解きみたいなのが2つぐらいあったんで、そのうちの1つを、ちょっとやって、今回パートは終わりたいなと思います。ここですね、ドッスンハウスの方が、お前出てきすぎだって、今回、じゃんけん、これさっき負けたんですけど、あ、勝った。なんか道太められるだけだったんで、そこまで支障はなかったですね。で、多分謎解きだから行ったり来たりってこともないと思います。では、ドッスンハウス行きます。おう、ドッスン。俺、ドッスン。泥棒に入られた。それよりも、隣のパンチングマシンって言うんですか。あの、サンドバッグとパンチングマシン、何に使うの？泥棒に入られた。うん、困った。事件を解決する。密室のドッスン。密室殺人みたいな感じだな。ありがとう。でも帰っていいぞ。気持ちだけで十分だ。じゃあ帰るわ、そういうこと言うなら。すいません。普通にやってきたね。誰だ。私、キノコ警察のキノピンという者なんですが、通報されたのはあなたですかね。あ、通報したんだ。そうだよ、40コインか。微妙。泥棒に捕らえたんだ。どうやって通報したんだろうね。電話かけられないだろうし、耳もなさそう。よ、40コインですか。スターが2つも買えますよ。そうなの。スターって20コインなんだ。意外と安いね。では、盗まれた時の状況を教えてください。家に帰ってきたら40コインがなくなっていた。終わり。つまり、ドッスンさん、あなたは出かけていたんですね。どうやって動いてたの？そう、外に出かけていた。鍵はちゃんとかけていった。鍵がかかっていたんですか？だとしたら、これは密室。犯人はどこから入ったのか？これは謎です。ピッキングっていうね、あれがあるんですけど。何事件だ？確かに。確かにこれは何事件です。しかし、私の勘ですがね、家を調べれば犯人の証拠が出ると思うんです。指紋とかかな。すいません、マリオさん、証拠を探してもらえませんか。本当にお前は他人。あれだね。なんていうの。他力本願。よし、出てきた。すいません、これは助かります。とにかく犯人を示す証拠を探してください。おお、ちゃんと選ぶ。おお、すごいね。じゃあ、ゴミ箱はそろうと思います。ゴミ箱です。ごく普通のものです。中には紙くずが入っています。綺麗に使っているようですね。はい。で、サンドバッグ。格闘家の必需品です。こいつ格闘家か。中には砂が入っているようです。かなり重そうです。これ、パンチングボール。パンチの練習に使います。手ないんだけどね。叩くとボールが入れます。あまり使った様子はありません。まあ、でも使ったことあるってことか。本です。ハードカバーの本です。読書家か。友達の作り方というタイトルの本です。あの、欲しい。くれ、それマジで。どうしたらできんの？証拠は見つけたか、探すのもあるか。もう少し探す。まあ、じゃあ玄関のドアかな。入り口のドアです。この家で一つきりのドアです。かなり小さいドアです。ドッスンより確実に小さい。まあ小さいやつが犯人。ハードカバーの本です。友達の作り方というタイトルの本です。それは確かに欲しいんだけど、俺も。あと調べられそうなところがあるか。この一個だけでじゃあやってみますか。証拠なんてないんだけど、まあ、探し終えるしかないよね。他調べられなさそうだったんで。犯人を示す証拠を教えてください。まあ入り口のドアだよね。ピコーン。やっぱりそうですか。私も同じ意見です。入り口のドアを見れば犯人がズバリわかる。嘘つけ。犯人は誰なんだ。犯人はドッスンさん、あなたです。何？そんなバカな。あなたが出かけた時に泥棒が入ったと言いましたね。そうだ。しかしね、あなたが出かけるはずなんてないんです。あ、そういうことか。だってこんな小さなドアからはあなたは外に出られないんですから。あ、そういうことか。ちゃんと読んでなかったよ。じゃ、こいつ、この家の持ち主じゃないってことか。さ、寂しかったんだ。外に行けないし、友達はいないし、泥棒が入ったら誰か来てくれると思った。あ、そういうあれじゃないんだ。
ただ誰か呼んだってことね。じゃあ初め入った時どうしたんだろうこいつ。でこいつはこの家でいいってことか。まあ、ありましたね。普通ならここで逮捕ですがね、今回は多めに言いましょう。ただしとすずさん、今度寂しくなったら嘘つかないで私呼んでください。友達になりますから。あのさ、現実だね。こうはいかないんだわ。呼んでくださいって言ってさ、メールするじゃん。まあその時はなんかあれじゃん、帰ってくるじゃん。でもさ、その後ってさ、音沙汰なくなるじゃん。あのよくある、まあ、ちょっと暇があったら誘ってよって言ってさ、誘ってもなんか別にちょっと都合が悪いんだよねみたいな感じのやつとかさ、いるじゃん。まあちょっと深く言うと、あのえぐるだけなんでやめます。次の仕事がありましてね、またどっかでお会いしましょう。あのよくある何々一緒にやろうよみたいなことを言うやつは、たとえそれを始めたとしても絶対そこの始めた SNS とかではそいつからメールとかチャットとかが来ることはない。断言できる。経験上いろいろと迷惑かけた。お詫びにパーティーグッズをあげる。わ、心に結構傷がぐさっと入ったな。視力検査マシンを手に入れた。いろいろありがとう。よかったらまた来てくれ。おい、行ってやるよ。はい、クエストをクリアしました。でちょっと今回短いんですけど、3つクリアしたんでこちらの方で終わりにさせて、すげえとこで噛んだな。残り21個ですね。はい、ではマリオさん、今日の冒険はこれで終わりです。で日記を読んで終わりにしましょう。はい、プレイ日記。今回ドッスンが空き巣に入られたと言っていたが嘘だった。びっくり。はい、コナミ感ですね。パーティーグッズ、視力検査マシンをゲットしました。では、今回パート、確かこちらパート8だったと思います。ではここで終了したいと思います。では次回パート9でお会いしましょう。さよなら。